かかっているので、まあ、この辺はちょっと今後私も勉強させていただきますけれども、引き続き厳格な、例えば人権侵害であるとか、あってはならないというようなことが本当に真実であるとすれば、それは絶対、その辺の外国人の人を無理やりこう引っ張ってきて、収容の施設に入れ、この誤解を解きたいんですね。どういう人たちがそこにいて、なぜその長期収容が起き、なんじゃそりゃっていうようなものでも、複数申請を出してきている人がいっぱいいる。自民党の小野田君です。早速ですけれども、まず新型コロナ対応にかかる出入国在留管理についてお伺いをいたします。新型コロナに関して、まあ、飛行機がもう止まってしまったりだとか、あと入国制限になったりですとかで、こう日本に来ていて、観光でとか、また留学をしていて、3月で本当は卒業で帰る予定だったんだけど、帰れなくなってしまったというような人たちに対して、在留の許可の延長を対応しているというふうに聞いておりますけれども、その人数、一体どういう方たちがどれぐらい延長されているのか、どういう対応をして、どのような基準で帰国困難者と認めていらっしゃるのか、お答えください。高島次長。ご指摘のとおり、帰国が困難になりました。在留外国人については、在留期間の更新、あるいは在留資格の変更を認める措置を講じているところであります。その数についてのお尋ねでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を伴う許可に限った統計を取っておりませんので、その他の他の影響理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年3月から4月までにかけて、短期滞在、普通短期滞在の場合はその期間内で帰ることが多いんですが、この短期滞在の更新を許可にした人数は約2万5000人、中長期の在留資格から短期滞在へ変更を許可した人数、これは3500人、それからこの3つ目は、これはほぼ帰国困難だという理由によるものでございますが、技能実習から特定活動、帰国が困難な外国人へ扶養する、技能実習生に扶養する特定活動への変更を許可した人数は、約3200人というふうになっております。基準についてでございますけれども、委員ご指摘の帰国困難者についての在留期間更新許可申請との審査にあたりましては、例えば帰国便の確保や、本国国内の居住地への帰宅、本国国内への移動が制限されている等によりまして、居住地への帰宅が困難であることの資料の提出を求めておりますけれども、当庁において把握している、すでに把握している事実については、改めて資料の提出は求めない、などの措置を取っているところでございます。この取り扱いは、帰国が困難な方に関する、対する特例的な措置で、ございまして、現下の情勢が改善し、地域によっては帰国が可能となれば、順次、この特例措置の対象から外れていくということになると指摘しています。小野田君君、はい、ご説明ありがとうございます。もちろん、その帰れないものはしょうがないので、しっかりそこをサポートしていくことは大切なんですけども、ちょっと引っかかっていることがありまして、さっきの説明の中で、帰国便の確保ができないとかっていうのもあるんですけど、居住地への帰宅が困難、移動が国内で制限されてて困難な場合っていうのが入っているのが、私はちょっと引っかかるんです。で、1月の29日に、湖北省から日本に観光できてた人たちが、ちょっと湖北省のとの往来禁止になったから、便がないから延長してっていうので、大阪入管が中国人観光客らの滞在許可の延長をしてるんですけど、認めてるんですけど、冷静に考えたときに、私がじゃあアメリカに行ってましたと。で、何かの影響で、アメリカ東京便がなくなりましたって言ったときに、帰れないんですよって言ったら、いや、大阪に帰ってください、そこから移動してくださいってなると思うんですよ。で、例えばその大阪と東京を結ぶ新幹線がなかったとしても、それってその国に帰るか帰らないの問題なので、国内でそうか移動が大変ですねっていうことまで加味してくれるのかなってなったら、やっぱこれを入国管理としてはやるべきことは、そうか国内の移動が大変そうですねじゃなくて、国に帰れるか帰れないかっていうところを明確な基準にしないと、キリがなくなると思うので、私、自民党の部会の中でもこれおかしいんじゃないですかっていうふうに指摘したんですけれども、その帰れる、帰れないっていうところの判断は、もうちょっとそのざっくりせずに、国に帰れるか帰れないかっていうところに集中していただきたいんですね。で、今、技能実習生、今日資料1枚目なんですけれども、これ、先日、他の党の議員の方もお話しされてた、この在留資格に関しても、引っかかることはいっぱいあるんですけど、今日はあんま突っ込みませんが、そもそも技能実習って、実習しに来てて、労働者じゃないよって言い張ってたはずなのに、なんかこう、
技能実習で帰れないとか技能実習できないんだったらじゃあ就労の支援しましょうかってなんじゃそりゃっていう引っかかってるところもあるんですが、まあ、それは今日置いといたとしても、あのここも昨日の答弁でですね、もうじゃあ実習期間が終わったとして帰れなくなった人に帰国環境が整うまでは同一期間で就労が可能と、3ヶ月の特定活動を6ヶ月に延ばした、そしてなおそれでも帰国できない場合はさらに延長していくことも考えてますっていうふうに考えてるんですけど、これまたですね、その帰国できるできないは何なのかっていうところを明確にしていただかないと、本来の意味とは違う在留資格に変わってそれがずるずる延長されるようなことがあってはならないので、厳格な運用を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。高島次長。ご指摘はごもっともでありまして、本当に帰れないのか、どういう理由で帰れないのかということについては、資料を提出させるようにしておりますし、こちらも審査の中、際、それを検討しているところでございます。ただ、いかんせんこの問題は、相手国、まあ、航空便があるかないかというのは、結構分かりやすい基準で、われわれも把握しやすいところでございますが、相手国の中でどういうふうに移動できるか、どこまで帰れるのかということについては、なかなか資料を求めても、本人も持っていなかったりする場合がございまして、なかなか慎重に審査するといっても、その資料が集まりにくいということがございますし、われわれも把握しにくいという事情がございます。そういう中において、まあ、ある程度帰れないという申し立てを、本人の言その言をですね、信じざるを得ないというところも、一定程度あること、また厳格にやると、すごく時間がかかってしまいますので、またその収容、入管の窓口がそのために密になってしまうという問題もありますので、そこら辺はバランスを取りながら、しかし、ご指摘はしっかりと踏まえたような対応をしていきたいというふうに考えております。小野菜美君。おっしゃる通り、飛行機があるかないかという分かりやすいものと違って、国内での移動がどうなのかというのは、本当にそれは調べづらいと思います。それによって、その詰まってしまって、本来救うべき人が救えなくなるというのも、とても困るというのもよく分かるんですが、だからといって、その国内でどうこう移動できるかということまで、こちらがその全部見るというのが国際的なスタンダードなんですかね。すみません、勉強不足なんで、私だと、その他の国に行ったときには、いや、日本に帰れるなら帰ってくださいって、居住の家まで帰れるかどうかまでを、外国が担保しなきゃいけないのかなというところがちょっと引っかかっているので、まあ、この辺はちょっと今後私も勉強させていただきますけれども、引き続き厳格な運用をお願いしたいなというふうに要望はしておきます。続きまして、長期収容の問題に関してお伺いをします。この長期収容の問題に関して、もちろん最初冒頭申し上げておきますけど、例えば人権侵害であるとか、あってはならないというようなことが本当に真実であるとすれば、それは絶対に許してはいけないし、その再発なんてことがあることがないようにやっていかなきゃいけないというのは当たり前のこととした上で、この長期収容の問題に関して誤解されている方もすごく多くて、なんか世間のイメージだと、その辺の外国人の人を無理やりこう引っ張ってきて収容の施設に入れて、でその日本がそこから出さないんだっていうふうにこう拘束してるんだみたいなイメージを持って、入管官は何やってるんだとか、収容施設はひどいんじゃないかっていうことを言う人が結構周りにいるんですよ。この誤解を解きたいんですね。どういう人たちがそこにいて、なぜその長期収容が起きているのかっていうのをぜひ国民の皆様に知っていただきたいんです。でその、まあ、そもそもその長期収容になるときに退去強制令が出されていると思うんですけど、要は強制送還ってやつですね。この強制送還になる人の強制送還の理由の内訳っていうのはどのようになってますでしょうか。高島次長。お答えいたします。平成30年における退去強制令書の発布件数は全部で8865件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が6658人、不法入国が365人、不法上陸が93人、資格外活動が480人、刑罰法令違反が426人、その他が843人となっております。委員長。小野菜美君。ではですね、この収容されている人、収容になっているこの強制送還を申し、強制送還ですよ、あなたは帰りなさいよって言われている方たちの内訳というのはどのようになってますでしょうか。高島次長。令和元年、昨年の12月末の時点を基準にした集計、速報値で申し上げますと、収容中の送還忌避者の数は、総数は649人でありましたが、そのうち約 42% に当たる272人が、入管法違反を除く、それ入管法違反以外の罪によって、すなわち刑法犯や薬物犯罪等によって有罪判決を受けているものでございます。小野菜美君。
入管法 の, その不法残留以外の罪、まあ、前科がある方たちが4割収容されているという状況でございます。でこの中で今挙げられなかったんですけど、難民申請をしていて、それでその中にずっといなきゃいけないという人たちも入っていると思うんですけれども、このなぜこの収容所に長期収容になっているのかというところをですね、紐解く前にちょっと資料3見ていただきたいんです。収容ってどういう方がされているのっていうところなんですが、この中で、この退去強制に基づく収容に行くまでに、このあなた強制送還ですよっていうのも適当に捕まえて強制送還だって言ってるわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容した後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人ダメだよねってなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱダメだよねってなったら法務大臣の採決があって、あなたいろいろあったけどやっぱダメだから退去強制ですよと、退去しなきゃいけないですよってなってる人たちの中で、それでも嫌だね帰らないねって言ってる人たちがこの中に結構入ってるっていう現実があるということは皆さんに理解していただきたいんですね。決して不当に捕まえてっていうんじゃなくて、ちゃんといろんな公的な審査を経た上で帰ってください、いや帰りませんっていう人たちがいるという人のことはぜひ頭に置いていただいた上で、なぜ長期収容になっているのかをお答えください。高島次長。ご指摘のとおり、収容施設におけます収容というのは退去強制令状に従って、出国すればすぐさまその収容が解かれるという、そういう性質のものでおります、あります。しかし帰らない、帰りたくないという非収容者がいるということで、その原因が何かというご質問でございますけれども、その場合は引き続き我が国に在留したい、我が国で就労したいというふうに主張しているものが、ほとんどなんでありますが、そのなぜそれを返すことができないのかということはにつきましては、まず一つはこれは法律的な問題でございますけれども、難民認定申請がなされますと送還停止項というのが法律上当然に働くことになっております。でこれが繰り返されるために、送還が法律上できないというこういう障害がございます。それから2つ目に、の理由としてましては、送還を忌避しているものについては引き取りに応じない国があると、一部にあるということでございます。こういった理由が、他にもあるんですけれども、こういった大きな理由がございまして、これが送還に困難をきたしている大きな要因となっているところでございます。小野田君。冒頭ご説明いただいたように、決してそこにずっといろって言ってるわけじゃなくて、帰りますって言って帰ってくれたら、すぐにでもその施設は出られるっていうような状況にある中で、この長期化が起きているのが、さっき言ったように帰りたくても、帰りたくないって言ってる人、またはイランとかで、うち受け取りませんって言ってる国がいるとか、そういうところも原因だと思うんですけど、この難民申請を何度も何度も出してくる、この難民申請に関しては、また後日しっかりやろうと思ってるんですけど、難民認定申請を出した人の中で、いや、あなただめですよって言われた申し立ての内容のほとんど半分がですね、近隣住民や知人とのトラブルだとか、借金して返せないから追われてるんで助けてくださいとか、なんじゃそれやっているようなものでも複数申請を出してきている人がいっぱいいると、そういう人たちは収容のところにいざるを得ないということもあるので、決してこう意図的にこう捕まえているんじゃなくて、こういう実態があって長期化しているっていうのをぜひ分かっていただきたいと思うわけです。で、この帰国に関しては日本もすごいサポートをしていて、例えばですね、その帰国、あなた帰国してください、強制退去の対象ですよって言われたときに、お金ないですっていう人たちには、皆さんが納めてくれてるですね、税金を使って国費で送還もしておりますし、またチャーター機までチャーターしてきちんと送還をしたりですとか、かなり手厚く帰国のサポートは日本としてはしております。しかもですね、この収容者に関しても、基本しっかりその健康面もサポートしていかなくてはいけないということで、収容者が増えているっていうのも含め、平成29年に至っては約2億5000万円が非収容者の医療費に使われております。もちろん健康のサポートはとても大切なんですけれども、本来帰らなくてはいけない人が帰らないっていうごねてるせいで、国民の税金がそこにかなり使われてるっていうこともですね、ぜひ分かっていただきたいなというふうに思うんです。で、この強制送還忌避者、帰らないよって言ってる人たちの中には、仮放免してくれと、出してくれって言ってる人たちもたくさんいるんですけれども、この仮放免を許可する理由はどのようなものがあるのかと。で、この仮放免を許し続けるっていうことは不法滞在を認めることじゃないかと私は思ってるんですよ。
で、法治国家として法の遵守を守ることが必要なのに、法律にのっとってきちんと段階を経て、あなたは強制退去ですよって言われてるのに、嫌だ、嫌だってごね続けたら、仮放免できますよと、日本に滞在できますよってなったら、法の意味とはと、真面目に頑張って、ちゃんと正規で入ってきて頑張ってる外国人は何なんだっていうふうになって、不公平だと思うんですけれども、これですね、資料4見てください。仮放免も長期化していまして、令和元年に至って見るとですね、仮放免で10年以上仮放免になっている人がたくさんいるんですよ。仮って何ですかってなりませんか。もう3年未満、3年以上、5年未満、5年以上、7年未満とか、そういう人たちがたくさんいるんですよ。この仮放免ってどういう基準でやってるのか、これ、ひどくないですか。高島次長。お答えします。そもそも仮放免の制度のところからご説明しますと、仮放免といいますのは、入管収容施設に収容されているものについて、諸般の事情を総合的に考慮して、相当と認められる場合に一時的に収容を解く制度で、法律上に根拠があるものではございます。仮放免を許可する理由としては、例えば、病気治療の必要がある場合、自費出国の準備のため必要がある場合などでございまして、その際、逃亡の恐れ、被収容者の健康状態、家族状況、その他の事情を総合的に判断して、相当であると認められる場合に仮放免を許可する、これが原則的な仮放免の姿であります。退去強制令状の発布を受けた後に仮放免されたものは、本来速やかに送還されるべき立場のものでありますけれども、その中にはご指摘のとおり、送還に至らないまま仮放免が長期にわたるものがおりまして、出入国在留管理庁としましても、こうした事態は決して望ましいものではないというふうに憂慮しており、可能な限り送還の促進に努めているところでございますし、努めたいと考えております。その上でご指摘の仮放免のあり方につきましては、昨年設置された収容送還に関する専門部会におきまして、現在、取りまとめに向けた議論をいただいているところでございます。今後、専門部会から提言もいただきまして、これを踏まえた上で、制度や運用のさらなる改善に向けまして、必要な検討をしっかりと行ってまいりたいと考えております。小野田紀美君。ご説明いただいたように、仮放免には例えば身元保証人がいたりするんですけれども、その身元保証人がもし逃げちゃっても責任がないですとか、例えばこの資料4に見ていただいているように、仮放免中の逃亡をしている人が今、332人いるんですよ。で、所在不明です。で、仮放免でされている中の一部の人は、仮放免中に殺人、強盗、薬物関連事案の罪を犯し、刑事罰を受けている人もいるということで、これ、本当にですね、もちろん健康の理由で、いられないという人をしっかり保護していくこと大切です。仮放免制度はとてもいい制度だと思うんですけれども、その本来の意味を考えてもらったときに、資料5見ていただいたら分かるように、仮放免中に逃亡したらそれ罰則特にないんですよね。こういうごねていけばなんとかなるんだっていうような事例を作ってしまうことによって、本来本当にそれを求めている人も怪しまれてしまったりとか、難民申請に関しても本当に早く審査をして難民として認定してあげなきゃいけない人たちが違うでしょって人たちの乱用によって審査が遅れてしまうとか、環境が悪くなっていくっていうことはとてもとても良くないことだと思っております。なのでぜひこの問題に関してはこれからも引き続き、もうちょっと今日時間がないのであまり深くは言いませんでしたけれども、身元を保証した人にもしっかりとその責任を取ってもらうですとか、あとは逃亡したらもうそのままも何を言っても強制送還ですよとか、いろんなその施策を講じていただいて、この制度、せっかくそのしっかり難民を守っていこうというような制度が悪用されて、全体の信頼を失うようなことがないように、そしてこの収容施設も、本当はその帰るって決まった人たちを一時保護して、その後しっかり帰るサポートをしていく施設だったはずなのに、それがあたかも日本が勝手に捕まえて、ずっと人権を淘汰しているんだみたいなネガティブキャンペーンがされることに憤りしかないんですよ。やるべきことは、きちんと帰ってもらうことのサポートであって、法をねじ曲げる、とりあえず仮放免で10年とかそういうことを推奨していくことではないということを私は強く申し上げて、今回の質問はここまでにさせていただきます。以上です。